貿易者のお話で思い出しました。30年前になりますかね、青森からリンゴ箱に入って長旅をして我が家にコリーの子犬が来ました。リンゴ箱に入って、ね、なんか可愛いですね。可愛い、ね、そういった思い出がありますってもみじさんからいただきました。びっくりした、もみじさんがリンゴ箱に入って長旅したのかと思いました。面白いですねコリーでよかった、コリーでよかった。それから杉本マリアさんは数すごいたくさんの写真を送ってくださったんですが、これなかなかお上手なんですよね、写真が。青春18切符で旅をした時のですね、山陰線の鳥取と兵庫県境の伊組駅、この伊組駅が気になりましたと。木造の改札と木枠の窓が見えたんですよ。伊組駅、はい、住居の居という字に、はい、あの組み合わせの組、2組2組3組1組、伊組駅ですね。で明治44年の駅なんですが、その明治44年の鉄道資産表の写真なんかもちゃんと撮られてる、ポイントをすぐに分かってる、撮り方はまとえていらっしゃるし、なかなかうまい方ですね、写真がね、本当に。で山陰線といいますとね、明治35年に最初に御厨駅って言いましてね、恩中の恩という字に来るに屋敷の屋で御厨っていうんですが、それが境港から鉄道がつきまして東へ東へ伸びていくんですね。それって地名なんですか、御厨って。そうなんです、御厨って駅があります。御厨さんって名前の人いますよね。あ、そうですか。いたんですよ、社会人で。そうですか。で読みにくい名前だなと思って。読みにくいですよね、御厨駅、はい、この木造駅舎も有名なんですよ。山陰線にはね、本当に木造の駅舎がたくさんありまして、この杉本マリアさんも書いてくださったんですが、はい、でまたその中にね、写真の中にレンガの橋脚の写真があるんですが、こういったレンガの構造物もたくさんありまして、トンネルなんてのレンガなんですね。あ、これか、ね、立派なレンガ、立派ですね、端正ですよ ね、うん、ね、レンガのものもあれば、それから倉吉駅の古戦橋なんかは、あの熊山駅とか金剛駅にあるような鋳鉄製のものがありましたよね。山陰線というのもなかなか魅力的なんですよ。この山陰線とですね、はい、この三鷹滝尾駅がある因美線というのは、はい、これは因縁の関係がありましてね。因縁、実は因美線というのは、はい、鳥取と津山を結ぶんですが、実は明治の25年に鉄道敷設法という法律ができるんです、はい、これは日本の政府、明治政府がですね、どういう鉄道を作ったら一番理想的な鉄道ができるかということを考えたときに、山陰と山陽を結ぶ連絡鉄道というのを考えるんですね、はい、これはまあやっぱり軍事上重要な線路というのが一つ前提にあるんですけどね。その時に姫路から境港、岡山から境港、はい、倉敷または玉島から境港、この3つの路線を提唱するんですよ。でじゃあどこを明治政府は作るかという時に、はい、東方線、姫路から鳥取まで出て、はい、それから山陰線のルートを通って境港まで行く路線なんですね、はい、それが今の紀新線で津山まで行きまして、はい、津山から因美線を上がって鳥取に出て、そこから山陰線をずっと西に行くっていう線だったんですよ。それがですね、国有化されていく鉄道の間にこの路線の見直しがされるんです、はい、結局今の山陰線ができたばかりに因美線は一旦腐るんですね、はい、これが因縁の関係なんですが、これはちょっと残りまた後でお話を。金曜ビビットパート3、先ほど因美線の歴史の話の途中だったんですけどね、はい、最初明治25年に因美線というのは敷設される計画があったんですが、はい、明治39年になりまして鉄道国有法ができました時に、実はこの因美線ルートというのは見直しの対象になっちゃって、鉄道が引かれなくなるんですよ。せっかく計画されたのに、山陰線の余部橋梁ができたもんですから、そのまま京都へ抜ける線がついてしまうんですね。でもやはりこう鳥取から岡山または姫路っていう鉄道への思いっていうのはすごい熱いものがありまして、はい、大正5年になりまして、はい、やっと今度は津山に向けた因美線の工事が始まるんですね、うん、で最初は鳥取側から工事が進んで鳥取と地図の間が開通するんですが、はい、岡山はずっと遅れて、これはまあある理由があるんですが、はい、昭和の3年に工事が始まるんですね。で昭和、あ、ごめんなさい、大正15年ですね、はいはい、始まって昭和7年に実は因美線というのは全通するんですよ。かなりかかりますね。かなりかかったんですよ、うん、まあ、これは免許というのがないと鉄道は敷設できないんですが、はい、その免許をある会社が持ってまして、はい、その会社が持ってたらいかに国の鉄道であろうが、その同じところには鉄道は引けないという法律があって、はい、それで実は遅れたんですよね、民間の会社が。そうなんです。
これはまたね、いずれそのお話をしますが、バンビ鉄道という会社に関係するんですが、バンビ、かわいい。かわいいでしょ。バンビ。バンシューと三坂のバンビなんですが、それでこの三坂滝尾駅ができますのは昭和3年なんです。はい。で、この駅っていうのは木造の駅舎で、趣があるんですが、実は昭和の5年になりましてね、当時の日本国有鉄道鉄道省ですが、全国の地方駅をですね、同じような形で作ろうという標準化作業を完成させるんですね。これが小停車場、本屋といいますと、駅長室がある、駅務室があるところ、本屋さんの本屋と書くんですよ。標準図というのを作るんですね。小停車場、本屋、標準図、すいません、感じちゃった。この本屋っていうのは、内田百軒なんかは本屋というふうにルビーを送ってるんですが、どうも鉄道の方々は本屋とお読みになってらっしゃるようで、これは実は昭和5年に交付されるんですが、実はこの三坂滝尾の駅は、この小停車場、本屋、標準図の1号とそっくり同じなんですよ。この頃実験的にいろんな駅が作られていて、その通りに作って、そうです、その駅が結局1から4までの形に当てはめていかれたんですよね。まさに、ね、同じような駅で、同じように羽咋線に報告駅という駅があって、同じスケールなんですね、ほぼ同じ駅なんです。あ、これ見た目が、中身もですか？ほとんど一緒なんですよ、中の構造寸法、ですからね、やはりこう標準化されていく上で、このインフィシャンの駅が作られていったときに、この駅はその標準型でも作られていったんですね。でも本当そのまままだ残ってますので、これは実際にそこへ行ってみていただきたいと思うんですね。でこの駅は面白いのは、駅へこう列車が入るときに線路がこう曲がって入るんですよ、でまた曲がって出ていくんですよ、普通まっすぐ入ればいいと思うんですが、そうですね、でここはホームが1本しかないんですね、三式ホームで、だったらまっすぐ入ればいいんですが、なぜかくるっと曲がって、またくるっと曲がって出るんですよ、ということはもう1本線路があったんです昔。それを避けてた。そうなんです。今はね、畑になってるところにもう1本昔線路があって、そこは貨物列車専用なんです。お客様は無料にしない、でそこへ止めて、この辺りの産地の材木を積み出したり、お米を積み出したり、戦時中は闇込みが出ていったっていう話もあるんですが、それで立派な貯木場がありましてね、営林所があったもんですから、駅の周りにはもうたくさんの材木の倉庫があったり会社があったらしいんですよ。ですから広い駅の敷地があって、さらにそこに木材の産業がずっとあったじゃあ当時はすごく栄えてたんですかね。その名残がですね、実は駅の横に貨物の上屋というのがあるんですね、これがもう実に立派なものがあるんですが、実はそういうものは登録有形文化財になってないんです。ならないんですか？なんでならないんだろうかと思うんですが、駅の建物だけ登録有形文化財にして、付随するそういう大事なものは残してくれればいいんですね。そうですよね。で岡山県内で貨物の上屋が残っているのは、なんとこの駅しか残ってないです。へ、貴重なものなんですね。だって登録しないと壊すこともありますよね。そうなんです。で岡山駅の岡山県内のレトロ駅を見て歩こうというスタンプラリーを今してます。で記者のスタンプを集めよう、面白そう、このパンフレットがあります。でお出かけパスなんかも出てますので、ぜひ岡山県内の木造駅舎を訪ねていただいて、この金曜日のためのツアーみたいな。そうなんです。スタンプ集めて回るんですね。お便りでもいただいたんですが、これを今日最後にご紹介をさせていただこうと思います。岡山駅を出てゆっくり県内を回って、もうちょうどいい時期ですからね、もう電車乗ってるだけで気持ちいいです。そうですよね。まあそれより何より11日に小西さんは英気を養っていただいて、天気も良さそうですし、楽しんできてください。ありがとうございます。さあ今日のお相手は森口香織と小西信人でした。